かこう叫ぶシーンもたくさん多いのに、その先まで叫ぶような感じのシーン、ワンクール目のラストの最高点の部分ですからね、その全体的にすごい盛り上がりだったなって僕は思ってます。ありがとうございます。かなりあそこね、はい、盛り上がりましたもんね、うん、台本見てあいつ大変だなって一言、まあ確かにね、あが何個あったか分かんないですもんね。いや本当、そうそうそう、ああに点々だし、で俺まあ今ねこう最終回付近になってくると、うん、賢章もすごい喋ってるけど、やっとね、はい、第一クールの時の賢章のあの賢よキャーっていう、俺散々うわーってやってやっとキャーなのに、賢章は賢よって言っただけでキャーですからね。あっちの端っこの人もズドン言うだけで、いやそうですよ、ちょっとそうですね、2人ともちょっとキャーって言わせてやってくださいよ。ちょかわいそうだなやれよ賢章、お前ひれえなじゃあお願いします賢章さん。剣よ、かっけえなやっぱ血を吸え、いいな、食べちゃうんだな、うん、ああいうのないんですよね俺、うん、ためとかないもんね我々、うん、いやだから申し訳なかったですよ、ね、なんかミュウ君とかがすごい頑張ってるのに僕こう最後の最後までこう座ってて台本見ながら最後のね、ゆうちゃん今助けに行くよ、はい OK でーすもうミュウ君すいません。いやでもねあれがやっぱまたいい。お願いします。じゃあ行くよ、ちゃんとちゃんと構えてくださいね。打ち抜け白虎丸ズドン。